ラブライブサンシャインアクアハッピーパーティートレインツアーの全6公演中4公演に参戦したレオンチャンネルでございます。いやー、僕もうめっちゃハマっちゃって、埼玉公演の最終日からもう3週間ぐらい経ちますけど、全然こうアクアがね体から抜けないんですけど。わかります？これ行った人ならわかると思う。ライブ現地行った人ならわかると思う。そんなわけで絶賛ドハマり中なんですが、僕アクアクラブ、要はファンクラブに入ってなかったので、もうこれを機に入ろうと思って、ラブライブサンシャインアクアクラブの CD を買いました。これは定価5000円で今年の6月発売なんですが、中には CD が入ってて、ランディンアクションのアクアバージョンとボーカルオフバージョンと9人のバージョンが全員分入ってると。すごいファン向けですね。プラスシリアルコードが入ってて、そのシリアルコードをネット上のアクアクラブで入力することでファンクラブに入会することができるらしいんですけど、発売した時はまあいいかなと思ってスルーしてたんですが、今回のツアーでどっぷりハマりましたので買ってきました。で、こちらは後ほど開けるとして、今回の本題は私レオンチャンネル、ラブライブサンシャインの聖地の沼津に聖地巡礼に一泊二日で行ってこようと思っております。10月下旬から11月上旬ぐらいのもう速攻でね、今すぐ行きたいんですけど、その辺で一泊二日で行く予定なんですが、それに向けてラブライブサンシャインの公式ウォーカー、ラブライブサンシャインウォーカーを買ってどこを巡ればいいかなと思ってこれを見たんですけど、結構グルメスポットばっかでいまいち情報が微妙だったので、ネットで聖地巡礼の記事とかいろいろ探して、いろんなサイトを見たんですけど、ぜひ皆さんにここは行った方がいいと、ここ行ってよかったみたいな、そういうのを教えていただきたい、コメント欄で。で、一応宿泊はちかちゃん家の安田屋旅館か、マリーの実家の淡島ホテルでしたっけ、あそこのどっちかに泊まりたいなとは思ってるんですけど、あとは恋役の水族館に行ったりとか、沼津駅周辺も回りたいなと思ってて、なのでサンシャインの聖地巡礼にあたっておすすめスポットとか、こういう順で行くといいですよとか、そういう情報を僕にください。それを踏まえてゆっくり2日間ぐらいかけて回っていこうかなと。もちろん一人じゃなくってね、ライブに一緒に行った友達と行きますけど、そんなわけで情報をどしどしお待ちしております。もちろんブルーレイを買ってサードツアーは応募する予定です。外箱は結構しっかりとした感じで、さらに開けるといきなりシリアルコードとか大丈夫かな。まずは CD でランディンアクションで、シリアルコード大丈夫？あ、ちょっとこの下にシリアルコードがある。これは紙を抜いて、 CD 自体はシンプルめ、ジャケット絵はこうなってて、さらにミニフォトブック、これはどういうものかというと、ああ、中の人たちのフォトブックがめっちゃいろんな写真が載ってます。うわ、これはちょっとした写真集だ。最初の方にメンバー9人分の個別の画像がありつつ、その後は9人と、おー、なるほどね。で、これが、なんだろう。これもシリアルが載ってるとか、あ、違う。普通に自分の顔写真とかを、個人情報を書いて、メモ帳、スタンプになってますね。へぇ、本当にパスポートだ。で、アクアクラブのピンバッジが入っておりました。これで全部かな？これで全部ですね。はい、取り出すと、こんな感じのものが入ってますね。シンプルにカチャッとはめるような形状でございます。で、シリアルコードには QR コードとシリアルコードが書いてあって、これを QR コードでアクセスしてからコードを入力することでアクアクラブに登録できると。なるほど。ちょっとこれはすぐに登録しよう。なので定価5000円ですから、ほとんどは会員費ってことですよね。でもこのフォトブック入ってるだけでも相当買った価値があるかも。いや、これいいフォトブックだ。なので聖地巡礼された方は情報をお待ちしております。以上、ラブライブサンシャインアクアにドハマり中のレオンチャンネルでした。